どうもシュータです。さあ、今回はですね、僕、新たに、ハーランドを見つけてしまいました。まあ、今、現環境一番後半から出てきてて嫌な選手というか、もうスタメンから出てても嫌かな？そのハーランドが二人出てきたら、もうどうする？君なら。俺なら、切断します。嘘。それは嘘で。まあ、とりあえず、ハーランド二人出てきたら厄介だよねっていう話じゃないですか。まあ、今回紹介する選手はスーパーサブではないんですけれども、まあ、もう僕と同じね、今週のガチャで苦い思いをした方もいるとは思いますが、そんな方のために今回は、こちらのフッキさん、めちゃくちゃ輝かせていきます。あのね、総合値94しかないんですけれども、身長180センチで、まあ、左利きじゃないですか。で、能力見るとね、オフェ戦94であったり、決定力94。まあ、あとはスピシュンもぼちぼちあって、キック力99で、フィジコン97なんですよね。まあ、ここまでフィジカルのあるポストプレイヤーっていうのは結構いますけれども、スピード瞬発力がここまで高い選手ってなかなかいないんで、まずそこが復帰は希少性があると。で、まあ、フィジコンとかキック力の部分、ハーランドにめちゃくちゃ似てるし、使ってる感じ。ハーランドより若干使いやすくなって、フィジカルそのままみたいな。もうちょっと本当に普通に理不尽な人でしたね。まあ、コンは7なんで、不調も全然引かなかったかな。10回ぐらい使って1回も引かなかったですし、ハーランドと違うとこはね、コンカがよく入る。ハーランドはまあコンカ、長距離コンカとか全然決められないですけど、フッキーはね、カーブが結構87もあるんで、そういった点でも本当にハーランドにちょっと使用感をプラスしたような、理不尽さ若干消えたけど使用感プラスして、もう実質ハーランド級ぐらいの強さはあるみたいな選手なんですよ。で、まあ今回はヘンレクスンの頂点で主に使っていきました。まあ6、7試合ぐらいハイライト取ってきたので、まあフッキーが活躍したところを抜粋しながら、僕の解説も交えて最後に試合だけやっていこうかなと思います。ちょっと本当に強いんで、ぜひ最後まで見てください。それでは行きましょう。ウォッチプレミアリーグオンザゾーン。はい、じゃあまあ早速変な CM 流れましたけど、見ていきましょう。まずここ復帰受けて、はい、ここバランに潰されるかと思いきや潰されるけれども、ここでしっかりと奪い返して、で復帰でちょっとパス出して、カカでこっちで、ザニオロから復帰が受けて、ここをねスッとかわすんですね。このかわしがね、ハーランド以上にやっぱりしやすいと。ここまでハーランドはかわせないので、そこがまずいいポイントですよね。で、まあこの試合の2点目ですね、かなり注目度の高いシーンなんですけれども、復帰ここでそらして、このコンカ、いや見事じゃない。普通に相手もチェフですからね、キーパー。やっぱ要所要所で体が強いんですよね。このシーンとかもそうなんですけど、ロナウドから、はい、ここ復帰とバラン並走で、ここバランを弾き飛ばすと、弾き飛ばしたんか分からんけど、まあちょっと復帰が勝ったっていう感じですね。コンカも綺麗。結構この疑似 3CF の ST で使ってると、割とね賢い動きもしてくれるんですよね。無印なんでね、プレイスタイルが。このシーンとかもそうなんですけど、一回下がってここを受け直してるんですよね。この動きなしもめっちゃいいよね。ちょっと外しちゃったんすけど、いやこれは動きが良かったシーンですね。で、まあそれでゲットしたコーナーで、まあファーにいる復帰にメッシで蹴って、この復帰のヘディング、いや強い。このシーンとかもね外しちゃうんですけれども、結構体も強くて、やっぱバランに当たられてもびくともしないし、でこの細かさで、まあ、ちょっとシュートは残念でしたけど、やっぱねハーランドより使用感は感じますよね。ではまあ次の試合見ていきましょう。前半15分、1点ビハインドの状態ですね。これ復帰2人抑え込んでここカバーして、このシュートやばくない？これ普通に結構ハーランド以上のフィジカルはないですけど、ハーランド以上の細かさも兼ね備えつつのこのフィジカルですから、そこがやばいよね。ボディコンも低いのにもかかわらずこんなことできてるのがすごいですよね。でここカカと並走して、もカカなんてヘでもないと、もう右手一本で押さえちゃってるからね。でまあここはただの開幕のシーンなんですけれども、やっぱここね誰に並走されても、もうここのバランも弾き飛ばしちゃうっていうね、もう強すぎないフィジカル。この選手はなかなか本当にガチスカで使ってもありなんじゃないかと、末恐ろしいですね。でこうカンテからここ復帰で受けて、ちょっと楽かったんですけど、ここでコンカ、いや綺麗よねコンカも、めちゃくちゃ綺麗なコンカ打ってくるんですよね。でここはパス号入れてロナウドとワンツーして、でここ右左足でズドンと、いやいいシュートやな。まあここも得点シーンですね。復帰でちょっと背負いながら、はい、相手かわして、パスでかわして、ここ独走ね、まあちょっとラグくなったりするんですけれども、ここしっかり独走して今回で決めきると、いやいいね。まあインパクト的にハーランドって言ったけど、どっちかって言ったらルカクの使いやすい版みたいな感じの方がイメージは湧きやすいのかもしれないね。ここもちょっとラグくなるけど、しっかり左にかわして、このコンカ。いや、綺麗。この豪快かつ綺麗さも兼ね備えてるのが素晴らしいですよね。はい、このシーンもそんな感じなんですけど、はい、復帰受けて、ここちょっとパス号入れてあげると。まあ、で、ロナウドで溜めながら、で、ここで縦パス当てて、はい、クリバリかわして、この速さ。
なんかね、普通にドリブルしやすいんですよね。ボディコン74、75以下やったと思うんですけど、全然ね、そんな風に感じないぐらい普通にドリブルしやすい。フィジコン高くてボディコン低いタイプだったら、コールとかね、ダブルタッチついててももっとドリブルしにくいんですけど、なんなんすかね。フィジカルが強すぎるんかな、これ、復帰が。で、ここラッシュで溜めて、で、ここ復帰受けるってくれて、はい、ビエラを背負いつつ、で、このパス。いや、めっちゃいいパスじゃない？で、ナイスシュート。いや、本当にめちゃくちゃいいのよね。で、このシーンはね、ちょっとまあ事故なんですけれども、ここで一旦奪われて、で、ここパスカットして、まあこれは単純に流し込んだっていうだけですね。今のはまあ復帰じゃなくてもよかったわな。まあここもそんな感じのシーンやったかな。ここロナウドでちょっと粘りつつ、で、ここで確かカットして、メッシでカットして、で、ここクッとかわして、この復帰のシュート。まあ、ここは結構やっぱ華麗さも兼ね備えてますね。ドリブルでクイッとかわしてから打ってるんで、いや、なかなかね、ルカクとかハーランドには出せない味なんじゃないかと。まあ、ここはちょっと惜しくも外しちゃうんですけれども、もう体の強さがもう顕著に現れたシーンですね。こう、いい抜け出しして、もう右手一本でミリトン押さえちゃうと。ちょっとシュートミスりましたね。でもマジでむちゃくちゃ強いよね。で、イサクから復帰出して、で、頂点の復帰が、ちょっとモラタとワンツーする感じで、モラタで一瞬溜めて、で、体勢崩れてもこのニアにズドン。でもこんなシュートなかなか見たことない。ハーランドでもこんなしちゃん。いや、もうマジで復帰すげえよ。イウリ当てれんかったけども、全然復帰当てれたからもうオールオッケーやわ。もうほんまに強い。で、ラッシュで持って、ロナウドから、はい、ここ抜け出してる。で、これをダイレクトで左足ズドン。やばいね。あれを見たらね、1.5 列目の左に置いても、右に置いても、何でもできそうですね。どこのポジションでも本当活躍できそう。なんで、ちょっと今は、ちょっと技術 3CF の、ガチスカに入れとこうかなと思います。で、ここね、しっかりかわせて、このコンカ。いや、素晴らしい、マジで。メッシやん、もうこれ。フィジカルあるメッシやん。もうそんな風に思っていただいて結構です。ほんまにただのメッシみたいなコンカ。で、このシーンはもう正反対のプレイをします。はい、ロナウドから。はい、復帰受けて、はい、ここフィジカル買っていく。で、ここもう一回受けて、はい、もう手でかわす。手でかわしてるから、これ。体なんて使わない。もう今の時代、手だけでかわしますから。サッカーってそういうもんです。で、ここの80分のシーンも、もうスタミナがないのにもかかわらず、メッシでなんとか抜き切って、はい、ここ、クッとかわして、この左足。いや、いいね。本当に強えわ。で、動き出しとかもいいしね、このシーンもそうなんですけど、まずここしっかりサイドに展開して、ラッシュでしっかりためを作りながら、中盤のザニオロが上がってくる。で、しっかり真ん中に復帰が上がってきてくれてる。で、左足で流し込む。こことかもね、若干トラップ大きくなっちゃって取られたんすけど、ほら、いい抜け出ししてるっしょ。いや、これができるのはね、やっぱいいよ。フィジカルあるし、足も速いんで。ほんとなんかこう、現環境に最適というか、もう本当に素晴らしい。フィジカル、抜け出し、スピード、すべてを兼ね備えてる選手なんですよね。で、ここのトラップちょっと大きくなったけど、まあ、それがいい感じになりましたね。まあ、そもそもの抜け出しが今のはパーフェクトだったんでね。イサクでカカでカカから、はい、ここしっかり中央顔出してこっちにかわせる。いや、素晴らしい。めちゃくちゃいいね、ほんと。で、ここのシーンはパス後入ってるんで、メッシからパス受けて右足で外す。で、ここの抜け出しも最高なんですけど、メッシで奪ってロナウドにまず当てる。で、ロナウドでかわしながらスルーパス。でも、バランは追いつけないと。バラン、あれだけ足速いのに、復帰なら追いつけないですからね。なんかもう威圧が出てんのよ。まあ、何か近寄んなよ、みたいなオーラが出てるんでしょうね。はい、イサクからカカで、はい、ここ受けて、いいトラップからこのボレー。いや、惜しかったな。まあ、すべて頂点で使ってました。まあ、多分この左の ST でも 1.5 列目でも、もう余裕でやれるというか、多分技術 3CF のすべてのポジション可能なんでしょうね。まあ、ドリブルできるわ、パスできるわ、シュートうまいわ、足速いわ、体強いわ、ボディコンの低さ感じないわで、もう完璧なんで、まあ、ちょっとラストね、オンラインだけやっていこうかなと思います。じゃあ、では最後使ってき、おーい、ゼフ頂点。マジか、マジか。おやじさんはこんな感じですね。いや、あかんけどな。絶不調じゃ絶対使わんけどな。まあまあまあ、仕方ないでしょう。え、待って。これ通る。マジ、マジ、マジ。いや、マジか。いや、そんな単純に通されるか。ちょっと俺のディフェンスラインも、要改良か。さあ、ここ、開いて、復帰、絶不調で、左足、ナイス。はい、絶不調でも関係ないということが分かりましたね。いや、関係あるけど、まあ、抜け出しも普通に良かったし、まあ、やっぱシュートの決定力っていうのはありましたね。キック力がさ、ミドルシュートないんやけど、キック力高いから、すげえね、威力いいんすよね。さあ、ここナイスパスで、はい、ザニオロから、ラッシュ使って、ラッシュ決めて、あ、うわ、マジかよ。まあ、本当に使用感がハーランドよりも結構操作性軽くて、まあ、あそこまで理不尽じゃないっていう感じ。でもね、理不尽さっていうか、その、背負う感じ、相手を背負う感じっていうのはね、十分なんですよ、復帰でも。
え、やば。まあ、多分ハーランドが本当にやばすぎるだけで、復帰でもね本当に十分なフィジカル能力はあるので、まあ、そこはそんな気にしなくても。うお、ナイス。なんで入ったん今の、わからん。さあ復帰で奪って、さあ復帰持ち上がる。絶不調やけど、まあ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 足早い、まあまあ足早いよ。ここで持ち上がって、はいこっち、はいはい、しっかりキープ、パス、いやーくっそ、パスまで、お、でもしっかり奪って、ナイス事故らせで、こっちパス出して、ナイス、オッケー。いや出たね、復帰の事故らせ。アグレッシブネスも高いからね、フィジコン99で、あ、99ではなかったか、でもフィジコン99近くで、アグレッシブネスも88ぐらいあったかな。なんでまあやっぱ事故らせ例はしますよね。さあもらったから、はいカンテ使って、一回カカ使いの、はいここサイド使ってラッシュで、いやもうこれは中切り込みたいけど、復帰使って、いや復帰、復帰押し込め、押し込め、オーケー。で、今日の割には結構もうハットトリックしちゃったな、マジか。さあさあさあ、先制されたものの、ちょっと2点差つけれて余裕は出てきたので、まあちょっと後半、まあ前半まだ時間あるか、やばい、やられそう、あー危ね。ちょっと4点目狙っていきたいですね、復帰で4得点目狙っていきたい。さあデリフト、カンテ、ボカン、まあこれは終わるかな。オッケーオッケー、前半は 4-2 ですね。いやもう全然絶不調でも遜色なく使えてますね。やっぱフィジカル力があるから、その分起点にもなれるし、収める役もできるし、なかなか強いですね、復帰さん。さあここ、はいナイスパス、まあちょっとこれはナイスパスではないが、ちょっと伸びたかな。さあもらった、はい背負って、復帰さん、はい復帰もらった、これは無理か。さあこっちメッシ使って、でさあ復帰ちょっと下がってるね、復帰下がってるよ。さあここ上げて、上げて、さあラッシュ、復帰ズドン、いや惜しい。いやでもしっかり守りきろう、守りきろう、守りきろう。ちょっとリディガーで真ん中切りつつ、ナイス、いい守備ですね。さあこっち使って、お、サイドハーフ空いてるよ、サイドハーフじゃないわ、真ん中や、 1.5 列目空いてて、お、これ復帰来たんじゃない、復帰来たっしょ、これ決めろ、よっしゃー、4得点。ほんとなんか総合値以上に強さを感じる選手でしたね。まあ、身長、フィジカル、扱いやすさ、すべてを兼ね備えてる。ちょっと今作、今頃登場しましたけど、もしかしたらトップクラスの最強のフォワードなんかもしれないですね。はい、それでは今回この辺のこの方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。